神川輝ける世界の発売日ということで、そうですね、ファンボックス予約したの買ってきました。数百万ぐらいいくんじゃないかって話もありますよね。待って待って、おお。どうも、かっちゃのちゃんよねです。小林です。今日は神川輝ける世界の発売日ということで、そうですね、僕の方はちょっとこの間、先だってあの VR の体験会の方にも行かせていただいたんですけどもね、ついに発売になりましたね。ファンボックス予約したの買ってきました。サイドローダーの方も3つ、限定品が当たるかもしれなくて、そちら当たったら数百万ぐらいいくんじゃないかって話もありますよね。夢が広がるね。広がりますね。でも世界に何枚かしかないんだよね。そうっすね。宝くじですね、マジで。はい。まあ早速そんなわけでですね、今日この神川をワンボックス開封していきたいと思います。そう。で、まあ、僕らは当たると確信してるんで、この3つも開封していきたいと思います。はい。はい、じゃあ早速、シュリンクから開封していきましょう。もうシュリンク開ける瞬間が、マジで一番楽しい瞬間だから。開けると、おー、なんかいるよ。神王と、何でしたっけ、この方。カイト。記念すべき、一パック目。ティ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 。おー、いきなり変な森が出た。この辺はコモンコモンなんで、パッパッパッといっちゃいましょう。ドラフトやった？小林くん。まだやってないです。コンコン。おお。お？赤タンに入るやつ。へえ。あ、いきなりなんか神話。え、これ強いっけ ？EDH とかでよく無限コンボに組み込まれる。これなんて言うんでしたっけ？このセットブースターが出てくるこのマーク。ザリスト。ザリストだ。おお。光っている。いいですね。いいですね。はっはっ。お？ん？で、レアが出ました。お、春陽の報復者。ほう、忍者だ。あ、これよく使える。はいはい。わしくん欲しいカードある？僕は、VR の動画でも祈っていたんですが、母星人は欲しいですね。普通じゃん。理想な。理想な銀行みたいな感じしてます。銀行ですね。てか今んとこ高いカード出てないんですけど、はい、ガトの神木。あ、電圧改ざんメカ。今回機体がね結構入ってて、そうですね、機体があるとリミテッドすげえ楽しくなるんですよね。そうなんですか。うん、序盤から結構でかいやつで殴れるじゃん。ああ、はい、楽しくないですか。それは楽しいですやってないですか、ドラフト。ドラフトはなかなか。あ、島だ。資産がなく。資産がなく。資産がなく。でも勝てば資産無限に増えてくる。そう初心者なんで。あ、これ欲しかったやつ。ほう、渦巻く霧の更新。へえ、どういうカードですか。ね、X マナ払って、はい、対象のクリーチャーを X 体分フェイズアウトさせるっていう。へえ。その全除去からクリーチャー守れたり、はいはいはい、逆に相手のブロッカー全部どかしたりしてやれて、はいはい、結構汎用性高いんですよね。なるほど。もうパッパパッパと言ってますよ。はい。あ、これ。お、これがね、めっちゃ強い。はい。キラキラするすべてっていう、はい、場に出てるエンチャントとアーティファクトの分だけパワータフネス修正させるかエンチャントがあったんだけど、はいはい、完全これ強化版といっても過言じゃないくらい強いです。なるほど。しかもクリーチャーにもなると。はっ、無常の神。あれ、ちょっと高いカード出てないよまだ。これの本物が欲しい。いきますよ。はっ、これかな。これよ。はい、次。でん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 。あれ、普通の島も出るんだ。そうですね。ね、知らなかった。これ強いよ。神話入るよ、これ。お、ちょっと気になりますね。誤報を持ってる T1 なんだけど、はい、アニファクトが出ると修正していくという。はい、除去られにくいよ、本当に。あ、現実チップ。この現実チップによって、その、プレインズウォーカーじゃないキャラクターもプレインズウォークできるように。恐ろしいじゃん。恐ろしいチップ。まあ、ただなんか制御がなかなかできないらしいんです。 EH でもワンチャンあるんじゃないか。ああ、なるほどね。未来処置を塗装者にできるみたいな、はいはいはい、可能性を感じています。いや、皆さんって言うともうカードお詳しいカードくんなので。カードくん何カードくんって。シネマくんのやっぱりレアが弱い。レアが弱い。
なんか最後に出てきた。それ何ですか？それはギルドアクトだったかな。ニフィリムっていうサイク、クリーチャーサイクルです。へえ。4色の色で構成されてて。はいはい。いいね。僕こういうのがマジックって感じしますね。なるほど。からかな。はい。お、神話レア。お、あ、ついにドラゴン出ました。ドラゴンスピリット。果てなき空、クーラ。おお。かっこよくね、果てなき空、クーラ。かっこいいですね。はい。次次。はい。アートカーズです。はい。おい。おい。日本人イラストレーターですね。おお。日本人イラストレーターの枠があるのかなこれ。はいはい。お、また神話レアだ。お、よく初めて見た。開略期間勝利会。いいですね。開略期間って。開略期間全部漢字で歌って。っていうかさ、はい、まだ一回も土地サイクルって来てないよ。来てないですね。どんな空気が漂い始めている。はいはい。啓蒙の時代。流星の信奉者ゴロゴロ。おお。名前が可愛い。ゴロゴロ。全然土地サイクル出てきません。どうなってるんでしょう。フリンズオーカーすらも出てないですね。そうですね。はっ、出た。お、フォロー出た。これはね、はい、強いです。なるほど。インスタのタイミングで唱えれるフレインズウォーカーという、かつてない能力を持ってます。はいはい。瞬足で唱えられるっていうのもさっきの現実チェックで唐突に現れたりするっていうのを表してるのかもしれないですね。なるほど。いいデザインですね。ほっ、あ、アートカード。ほっ、お、これはマスか。出るのか。お、はっ、はっ。セシローからの精神連携目か。うん。なんでしょう。人気タクシアス。え、人気タクシアスだ。人気タクシアスもね、結構強そうだし、はい、あれ EDH とかで相当やばいよね。そうですね、あとレガシーでリアニとかに入れる。あー、確かにリアニしたら終わりそう。さっきの人のエチバイバージョンです。こんなに開けてプチリア1枚もこんなことあるんでしょうか。モリフォイルです。お、じゃこの調子でいきましょう。待って待って。おお、あれ、これ日本人イラスト。さっきハレルヤ見たんですけど、はい、1枚についてました。ただ僕が狙ってるのはこれのフォイルです。はい、行きましょう。行きましょう。わっ、次次テンション上げてこー。おっ、おっ、なんかありました。デミー、おー、ご聖樹出た。え、嬉しいですね。フォーロー王からのご聖樹っていういい流れが生まれてきてます。こっから大田原も欲しいよ。お、なんかすごいだねこれ。まだでもね、神話フォイルが出てない気がするんですよ。出ないですか。なんか神川のカード、ちょっと僕、なんか日本もそんな好きじゃないんで、あれあったんですけど、カードになるとかっこいいっすね。いいですね。マジックは、その海外、西洋の世界観に惹かれて始めた部分があったから。確かに、あの初代神川も受け入れられない層が一定数いた。そうですよね。今までにない世界観だったからね。まあでもこうやっていざカードになってみるとかっこいいと。いいことですね。いいことですね。あ、お、土地きた。だってこれはね、全部ね2枚ずつくらい欲しいんですよ、このサイクルが。そうですね。じゃないともう令和のマジックやれないかもしれません。お、ん、純子。これ小林くんが会いたかったやつじゃん、ね、この間会ったやつですね。ドラゴンっていうだけで実はマジックで人気あってコレクターがいたりするんですよ、はい、だから大事に保管してたらその時に値段が上がったりするかもしれません。こっからですね。はい。ほっ、鋼鉄の溶接者。ほう、小林くん、はい、もう残りわずかだよ。そうですね。君が開けたまえ。どう、ありがとうございます。頼め。はい、はい、いいとこ、はい、いいとこ当ててください。頑張ります。はい、
きますね。おい、おお、キレツグ、キレツグだ。これはね、強いんですよ。コントロールが欲しいもの全部入ってる、これ。特にレガシーだと強いんじゃないか。レガシーとかね、その低コストで戦うのがメインだとかなりきついよね。買いましょう。はい、はい、確かに頼む。はい、この辺からですかね。はい、原哲夫先生出してください。ん、お、家業名人、これはあれですね、統率者カードですね。おお、なるほど。やべ、意味わかんない、神話で出しやがった。でもなんかまあ悪さはできそうだし、それを軸にしたデッキとか組めなくもなさそうではある。全地釣りましょう。全地ね、ってことですよね、多分。せめて大田原を僕に。自分で引きましょう、自分で。あ、すいません、来ちゃいました、僕。どうぞ。ここから、えい、おい、どちらが来たー。これも普通にね、赤毛で入る。なんでこんな雑に強いんだろうね、このサイクル。はっ、お、山のホイールです。いいですね、いいですね。やっぱ基本的には光るだけで嬉しいですね。そうですね。ここからかな。霊岩城の修繕。やばいやばいやばい、小林くん、はい、あと2パックしかない。今のとこ結構当たりな方だとは思うんだけれど、はい、でも僕はもっと高みを目指しています。はい、この2パックから出しましょう、出しましょう。頼む。頼む。あー、これ弱い。あー、ゴロゴロ、ゴロゴロ、ゴロ。よろしくお願いします。します。ここでね、日本人がステージが出ちゃうと、はい、多分後半期待できない気がするんだけど、さっきの傾向からすると。覆しましょうよ。覆せんのかな。多分2枚って決まってんだろうな、このパックに。なるほど。ありがとうございました。ありがとうございました。でですね、今回はこれは前哨戦です。はい。本番はこちら。ガチ宝くじですね。世界何枚なんだっけ、あれ。このサイドローダーだけ転売する人いるかな。そうですね。絶対買っちゃダメですね。買っちゃダメだよ。はーい。きます。よいしょ。え？ん？え？何これ、かっこよ。え、これ普通に嬉しいんだけど、当たらなくても。 2個目、これどうやって開けんの。すごい、なんか厳重だね。そうですね、なんか悪いことできないなって感じ。厳重に閉じ込められてます。一気に、おーい、おじさん、はい、アーストです。これ外れっていうことですか、もしかして。当たりって書いてないですか。書いてない。残念ながら外れでした。もう3ボックスだなこれ。大当たりではないけど、まあ確実に当たりの方ではあると思うので、配布してよかったです。そうですね、しかも普通に絵がね、どれもかっこよくて、はい、うん、なんか今までのボックス開封の中でも結構楽しめる体験度がいい、はいはいはい、箱だったんじゃないかなと思います。そんなわけで皆さんも興味持ったらぜひ神河開封してみてください。チャンネル登録と高評価お願いいたします。お願いします。ガッチャのチャンヨネでした。小林でした。またねー。バイバーイ。バイバーイ。